おたまじゃくし、おたまじゃくし、おたまじゃくしとも記す、は、カエルの妖精の総称。胴体は休憩に近く、死はなく、尾が発達し、エラ呼吸をする。水田や池など身近な淡水域で見られ、古くから親しまれている。その名称は、調理器具のタマジャクシに似ていることから付けられた。カエル類の一般的な妖精は、親との外見の相違が大きく、また魚類にも見えない。 独特の形である。正確には、廃魚、魚類や参照魚を、両生類とその特徴が類似しているところもあり、魚類から両生類への進化の過程を垣間見ることができる。水中で泳いでいることから両生類の粘膜上の皮膚も剣を感じさせず、愛嬌のある小動物として認知される。アリオ類の妖精も便宜上オタマジャクシと呼ばれる場合があり、 例えば、参照用のオタマジャクシなどという表現もある。ただしこれらは、外へら、が異彩が発達すること、早い段階で生体に、かなり近い体型であることなどから、あまり一般的ではない。魚類では全体に、流線型など滑らかな体型が多く、胴体だけが大きいオタマジャクシの体型は、魚類とも大きく異なる。いずれにせよ、オタマジャクシの形は独特で、 それを表現する言葉として、オタマジャクシ型が通用する。例えば、楽譜に使われる音符や、動物の生死をオタマジャクシと呼んだり、学術面でもホヤのオタマジャクシ型妖精の例もある。もっとも、オタマジャクシにも様々な例があり、ヒメアマガエルやツメガエルなど遊泳性の強い、分類群では魚に近いプロポーションのものもある。全体は、頭と腹からなる動物とにはっきりと、 区別できる。頭と腹の区別がはっきりせず、首がくびれない点は親に似ているとも言えるが、それ以外の点は大きく異なる。骨格のほとんどが軟骨であるが、成長に従って降下する。目は頭部上面両端から側面にあるが、親のようには突出せず、小さい。口は先端下側にあって、大きく開かない。また、口の周囲には、 ヒダと細かい歯があって、餌を削り落として食べる。なお、このヒダの部分の構造は種の区別点としても使われる。アフリカツメガエルのオタマージャクシは、口のそばに一体のヒゲを持つ。頭部の後ろに打ち、エラがあり、そこに、エラ穴、細胞が開く。左右一水没種もあるが、日本産のものは全部左側にだけ、エラ穴、採血がある。エラ穴はやや感情に出て、 後ろ向きに開く。アリオ類の妖精は、外エラを持つが、カエルでは、外エラは孵化直後にわずかに発達してその後は退化し、オタマジャクシはほぼ内エラで呼吸する。腹部は大きく膨らみ、渦を巻くようにして長い腸が収まる。純肉食性の親に対して、オタマジャクシは雑食性のものが多く、腸は親より、はるかに長い。 蝶が渦巻く様は皮膚を通して体外から死人できる。尾は、胴部より長いのが普通で、左右から扁平で先端が尖る。上下に膜状のヒレを持ち、横から見ると楕円型になる。尾は、筋肉質でよく曲がり、これを全体にくねらせて泳ぐ。中層を泳ぐものでは、尾を大きく動かすのではなく、先端を細かく動かす、メダカのような動きをするものもある。 おャク種は黒いものと思われがちであるが、必ずしもそうではない。実際幼いうちは黒い例が多いが、卵が大抵黒いので、それを引きずっていると思われる。成長後もはっきりと黒いのは、ヒキガエルや赤ガエルなどで、これらはいずれも変態直前まで黒い。普通に見られる土ガエルや沼ガエルは褐色で細かい黒い反紋が出る。牛ガエルなどはやや緑がかり。 アマガエルではヒレに赤を発色する場合がよくある。中にはヒメアマガエルなど半透明のものもいるが、熱帯魚のようなカラフルなものはいないようである。親には、トノサマガエルのようにはっきりした反紋を持つ例もあるが、そのオタマジャクシも大抵は地味で、変態時に次第に種ごとの反紋が発現する。オタマジャクシは変態がはっきりしているのも特徴である。アリオ類の場合、 幼生にはかなり初期に死肢が生え、その後、外エラを失って変態するが、それらの過程は長くて緩やかに見える。おたま弱死の場合、手足の出現と内エラの消失の時期がほぼ前後し、さらにこの時に主もなくなるので変化が大きく急激である。獅子は、まず後足が出て、続いて前肢が現れる。敗民用。 N.A. 木<な><な>絵派から採付した、ハイ勝彦の楽曲、おたましく」詞は、河津の子の歌詞、作詞、永田哲夫、東達蔵、リッパブリック参加をもとにした替え歌と同じ歌詞の一節、やがて手が出る足が出るは、生態的には順序が逆である。特徴的なのは、この前足が皮膚のもとに形成されることで、出来上がった後に皮膚を破るようにして出てくる。ちなみに、 エラ穴が開いている、左の前足がより早く出る。また、尾は次第に内部が崩れ、胴部に吸収されるようにしてなくなる。それらに前後して、体の形も生体のそれに変わる。カエルの生体は陸上生活をするものが多く、それらは変態後に上陸する。妖精の体の半分以上が尾であるから、これがなくなることで、全長は一時的に短くなる。その後は、 子ガエルが成長し、やがて幼生時以上の前兆となる。ただし、親の方がずっと小さいままのアベコベガエル、エンという種類も知られる。アベコベガエルの幼生は 20cm に達するが、生体は最大 7cm ほどしかない。なお、変体には、甲状腺ホルモンが作用していることが知られている。負荷から変体までに要する期間は、種によって異なる。 日本では、異入種であるが牛ガエルが、特に長くて1から2年を要し、途中で越冬する。他に土ガエルでも、越冬要請が知られるが、それ以外はほとんどは年内に変態する。日本引きガエルで2ヶ月半程度。短い方では、日本アマガエルなどは1ヶ月半ほどで変態に至る。多くは、水底周辺を、ゆらゆらと泳ぎ、それほど活発ではない。水草や、 器物の表面の藻類、バイオフィルム、デトリタスなどをこそげ取るようにして食べるが、動物の死体なども口にする。飼育下では茹でた、ほうれん草、薄く削った鰹節などをよく食べるが、メダカなどと同じ水槽で飼うと、メダカは食べられてしまう場合が多く、粘毛なところもある。中にはヒメアマガエルのようにむしろ中層や表層近くで泳ぐものもあり、その姿はややメダカなどの魚類に似る。 これらは水中の微粒子やプランクトンなどを吸い取って食べる。多くの種が静かな淡水に生息する。流れのあるところに生息するものや、渓流に住むものもある。日本ではカジカガエルや流れ引きガエルが渓流に生息するが、それらのオタマジャクシは口が吸盤になっており、岩に張り付いた流されないようになっている。種によっては、 一時的な水たまりにもよく生息する。一生を水中で生活する魚とは異なり、種によっては数週間で上陸するので、変態できる時間さえあれば生育が可能となる。アマガエルは約1ヶ月半で変態し、このような水域でも十分に生育する。ただし、時には干上がった水たまりの底に、オタマジャクシの死体が固まっているのを見ることもある。 このような事態に陥るカエルの種類はほぼ決まっているが、これらは様々な水域に散乱する小玉ごたさん型のものが多く、そのために個体数が激減することなどには繋がりにくい。日本では大抵どこでもいつであろうとも何らかの種のカエルの妖精、お玉弱子を見ることができる。これは当然ながらカエルの産卵時期に連動している。 真冬には、ヒきガエルや赤ガエルが散乱し、春には、シュレーゲル・アオガエル、初夏には、多くのカエルが散乱する。中でも、土ガエルや牛ガエルは、それが9月まで続く。したがって、やはりオタマジャクシは夏に多い。冬に散乱する種が孵化するまでは、オタマジャクシは、ほとんど見られなくなるが、土ガエルと牛ガエルは、オタマジャクシでの越冬が知られる。ただし、 日本の稲作では寒電化や農薬の使用が進められ、水田の玉弱子を減少させる原因となっている。冬季に産卵するアカガエルや、養成時期が長いトノサマガエルは、各地で個体数が激減ているが、これは夏の一時的な水抜きや冬の水抜きなどが影響を及ぼしていると言われる。カエルは、養生期のみの水生動物であり、生態が陸を移動するので、 孤立した一時的な水たまりにも生息可能である。また、一時及び二次消費者であることから、そのような環境における小型動物として得意な位置を占め、タガメやゲンゴロウ等の大型の水生昆虫や水鳥などの工事消費者にとっては重要な食料である。特に、日本では水田の面積が広く、そこでは、オタマジャクシはほとんど優先的な位置にある。 例えば水田では、沼がいる、土がいる、マガエルなどいくつかの種の、オタマジャクシが見られる。はじめに述べた通り、その名の由来からして身近な小動物として、日本人に親しまれてきたことを示す、オタマジャクシは、童謡などでも歌い継がれてきている。アメリカ民謡、リパブリック参加を原曲とし、長田哲夫と、東達造によって作詞された童謡、オタマジャクシは、河津の子は、 大抵の日本人が知るところである。また同じ大都歌詞で、ハイミンヨ NA 目絵派から採付したハイナカツヒコの歌による歌謡曲も作られた。その形からの連想により比喩としても用いられることが少なくない。音符そのものをこの名で呼び、楽譜から音楽にまで対応させることがある。実例を挙げれば、民族音楽学者、小泉文夫の著書名。 おたま弱ヨーロ論などがこれにあたる。その他、動物の生死をおたま弱シと呼ぶことがあるのも、同様に形から来る比喩である。また、俳句では、春の季語となっている。ただ、おたま弱シでは、言葉として長いため、中国語名に由来する、カとが使われることが多い。ポケットモンスターシリーズの中にも、ニョロモや、 その進化型など、お玉弱子をモチーフにしたものがいくつか存在する。それらに見られるおおよその共通点は、腹の渦巻き模様、透けて見える蝶の描写であり、デザイン上、欠かせない特徴と理解されていることがわかる。和名は、滋賀県犬上郡多賀町に所在する、多賀大社の由緒ある、縁起物である、を、多賀弱子に、起源ありとされている。この子、子、 シャ文字、ひしゃくモジの形状は、湾曲した柄と、食物を救うことのできるくぼみを持った円形の先端部からなる独特のもので、そこから飛躍的連想の働きにより、掃除の形状を持つカエルの妖精の故障、オタマジャクシの派生につながったとのことである。オタマジャクシが全国に普及する中で生まれた、天下系である、オタマジャクシをし、 その発音がそのままカエルの妖精の故障ともなったとされる。オタマジャクシは、タマジャクシ、オタマなどの略称を持つが、生物のオタマジャクシはこれを略した例がない。演技などさらに詳しくは、タガ大社、オタガジャクシを参照。2009年、平成21年6月初旬から、日本の各地でオタマジャクシが空から降ってきたとも考えられる不可解な事象が起こった。 中には、フナなどの小魚もわずかであるが含まれるという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。